バリー・フィッツ・ジェラルドはアイルランドの俳優。舞台や映画、テレビで活躍。身長162センチメートル。ダブリン出身。弟は俳優のアーサー・シールズ。劇作家のショーン・オ・ケイシーと短期間ルームメイトになったこともあり、オ・ケイシーの舞台にも立っている。ジョン・フォードに雇われとべえ。我が道を行くの老神父が有名。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームでは星が2個ある。 心筋拘束により72歳で死去。ディーンズのお墓地に墓がある。我が道を行くの老神父で第17回アカデミー賞の主演団優勝と助演団優勝に同時にノミネートされ、話題になった。この役柄は主演なのか助演なのかという問題があったからである。当時のアカデミー賞の規約には、助演者は助演賞と主演賞の両方にノミネートできるとあり、 ありえないことではなかった。しかも、主演団優勝には、同じ映画に出演したビング・クロスビーもノミネートされて、しまったため、配給権のあるパラマウントは、スターとして格段の差のあるクロスビーを主演、フィッツ・ジェラルドは助演ということで調整、フィッツ・ジェラルドは助演団優勝を受賞した。その後、アカデミー賞は規約を、主演の俳優は、 主演賞にのみノミネートできると改めた。その後、ゴルフの練習中に自宅でこの騒ぎで手に入れたオスカー像を誤って打ってしまい破損する。当時のオスカー像は戦時中で石膏性だった。ありがとうございます。